圭一さん、マーチ。今回ね、1万キロね、オイル交換してません。なのでね、ちょっとね、どれぐらい減ってるかとか、どれぐらい汚れてるかね、見ていきます。じゃあ上げてね、オイル抜いていきます。オイルね、抜いていきます。後ろ側ですね。で、ドレンね、14よいしょ。こうすかな、大丈夫です。ちょっとね、ドロドロですね、黒いですね。でちょうどね、前回エレメント変えてるんですかね、ちょっとドロドロなんと、ちょうどね、1万キロなのでエレメントもね、変えていきます。エレメントね、レンチ63、いえ、これは黒いですね。で、ちょっとね、下げてエレメントのね、通路、ちょっとね、オイル抜いて、それから上げてね、30分ぐらい抜いていきます。今からね、ちょっとね、散歩行ってきます。散歩からね、帰ってきました。もうね、ほとんどね、垂れてこないです。とりあえずね、エレメントね、つけます。パッキンね、オイル塗って。20でね、締めます。締まってるかね、確認します。ドレンね、締めていきます。パッキンね、変えました。で、締め付けね、40で締めます。で、締まってるかね。確認します。これでね、下ろしてオイル入れていく前にね、いつも忘れるんですがね、オイルの量ね、見ます。どれぐらいかな、2リッターちょいあるかな、2リッターぐらいですね。なので、まあ3リッターぐらい入るので、1リッター、1万キロでね、1リッターぐらいね、
出てます。でもねオイルねドロドロです。じゃあ下ろしてねオイル入れていきます。オイルね3リッター入れていきます。ちょっとね上ぐらいなのでねまあちょうどだと思います。30分ぐらいねエンジンかけます。いつものね、タイヤします。バドもね、半分以上あります。動画はね、1本だけにしときます。30分ぐらいね、経ちました。上げてね、オイル漏れ見ていきます。エレメントね、漏れないです。どれもね、大丈夫です。ちょっとね、ピン止めます。とりあえずね、適当にね、止めました。下ろしてね、オイル見ていきます。3リッターでね、ちょうどです。今回ね、マーチね、オイル交換してきました。1万キロでね、交換で、1リッターぐらいね、減ってました。でね、まあ、エンジンオイルね、もう真っ黒でした。オイルはね、まめにね、交換した方がね、いいかと思います。他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。